ドイツが、あの、まあ、ウクライナとロシアの戦争であって、俺たち関係ねえよっていう話で、武器は出せないよ。だからヘルメットを送るわって言ってたんですけど、で、その、ドイツの、あの、シュレーダーさんだっけかなんかと、その、ウクライナのゼレンスキー大統領が会談をしたときに、今日であなたと会うのは最後になりますと。では、僕はもう死ぬかもしれませんと。なので、僕は、 欧州、ヨーロッパの理想を実現するために死にます。ありがとうございました。って言って、で、さすがにドイツ後味悪いじゃないですか。ドイツって、その、ナチスドイツっていうのをやった結果、そのヨーロッパにひどいことをしたよねっていうのがあって、なので、やっぱり戦争って良くないよね。なので、欧州っていうのは平和じゃなきゃいけないよねっていうのは、ドイツ人の方が骨身に染みて分かってるんですよ。で、その相手に、俺、お前らの理想のために死ぬからって言われたら、それはさすがに後味悪すぎるじゃないですか。 だから、じゃあ協力するわーってなっちゃったっていうのがあって、ゼレンスキー演技力優秀すぎる問題っていうのがあるんですよ。